はい、こんにちは。今日はですね、おすすめのアプリを紹介していきます。アメイジオグラフっていうアプリです。でこれ何かっていうと、マンダラ模様とか、あと万華鏡模様っていう、こう対象画像って呼ばれるような絵を描くことができるアプリです。でね、この対象画像って呼ばれるものだけに特化してるんですよね、このアプリで。他の機能はほとんどないっていう面白いアプリなんですけど、すごい簡単に綺麗なラインが描けるので結構おすすめです。で、私が買った時は120円ぐらいで買いました。でこのアプリなんですけど、アップルの公式サイトとかでも紹介されてるぐらい優秀なアプリみたいなので、よかったらね、ダウンロードしてみてください。で今日は簡単に使い方を説明していきます。はい、じゃあ早速アプリ立ち上げていきます。はじめこんな画面で、左上にですねプラスボタンがあるので、ここから始めていきます。で始めるときにこの中からいろいろ選べるんですけど、これはね、どの対象ツールを使いますかっていう選択項目なんですね。なので今回はこの中のツーミラーカライドスコープっていうのを選びます。でカライドスコープっていうのは万華鏡っていう意味なんですけど、これ開くと真ん中を中心にこうやって放射状のグリッドが現れます。でちょっと書いてみると、こうやって1個のグリッドの中に書くと他の面にも同じ要素が反映されるんですね。なのでちょっと書いただけでもこんな風に面白い万華鏡の模様が作れます。ね、これめっちゃ気持ちいいんですよ、本当に。一瞬で描けちゃうから。で今回はですね、上のメニュー設定のとこだけちょっと説明しておきます。いろいろ設定あるんですけど、上になんかブラシのサイズとか不透明度とかを変更できるところがあります。でこれ真ん中のとこ、今やってるのが不透明度ですね。でその隣にブラシのボケ具合っていうのがあったりとか、あとブラシの太さっていうのはここから調節します。でこの右上のところ、ここにレイヤーパネルもあります。レイヤーもあるので、いろいろ重ねてですね、マンダラ模様を作ったりすることもできます。であと右上の項目とかに設定とかいろいろあるので、グリッドの数増やしたりとか、あとそうですね、キャンバスのサイズとかも変更できます。で今回は、サクッとアマジオグラフのアプリの紹介ってことで、あまりこの設定のところはいじらずに、初期設定のままどんどん書いていきたいと思います。でこの後ですね、アマジオグラフからプロクリエイトに移動して色を塗るっていうやり方も紹介していくので、ちょっとアマジオグラフの方は早送りで進めていきます。
はい、ということでこんな感じでアメジオグラフの方は完成になります。ちょっと真剣に書きすぎると逆に難しかったなっていう印象でしたね。で、これできたら、書き出しするんですけど、書き出しするときは右上の設定項目ですね、まず小グリッドのところをオフにして、あのグリッドを非表示にさしてます今。で、書き出しするときはここのシェアボタンからこのボタン、インクルードトランスパーランシーっていうところがあるんですけど、これをオンにして書き出します。で、これはあの背景が透明の状態で書き出しできるっていうことですね。まあ、言ったらピング書き出しと同じです。で、書き出しができたらプロクリエイトのお絵かきアプリに移っていきます。プロクリエイト立ち上げて写真アプリをスプリットビューで開きます。で、さっきの、マンダラ模様がここに保存されているので、ドラッグ&ドロップで中に入れていきます。で、色を塗りたいんですけど、このラインの部分だけに色を塗りたいので、そういう時どうするかっていうと、まずこの、レイヤーをですね、上に1個追加して好きな色を選んで、適当にですね、ここのキャンバスの上に塗っていきます。で、今回はソフトブラシっていうブラシを使ってるんですけど、まあ、あのブラシは何でも大丈夫です。で、今回はね、色をね、たくさん重ねていきたいので、今回は赤系の色をこう重ね塗りしていきます。で、色塗れたらですね、上の調整レイヤーのところから歪みっていう項目を選んでください。で、歪みの下にね、右巻き渦巻きと左巻きの渦巻きっていうのがあるんですけど、これをね、あの選択してこうグーって押し込むとマーブル模様ができるんですよ。こんな感じ。これも結構面白い機能ですね。で、こんな感じでですね、気の済むまでマーブルを作っていきます。で、だいたいマーブル完成したんで、次色を重ねるんですけど、その時はレイヤーを選択してマスクをクリップっていう項目をしてください。で、そうしたらですね、こんな感じで線のところだけに色がかぶさったような表現になります。で、こんな感じで完成です。で、実を言うとですね、このプロクリエイトの中にも、あのマンダラ模様とか万華鏡の模様を描くツールがあるんですけど、アメジオグラフの方がたくさんグリッドの種類とかがあるので、今日はアメジオグラフの紹介をしました。あの、もしよかったらね、120円ぐらいで安いんでダウンロードしてみてください。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。